フリッツルートビヒレーマンはドイツの指揮者、オルガン奏者のカール・レーマンの息子としてマンハイムに生まれた。1918年にピアニストとしてデビューしたが、その年から地元の音楽院で研鑽を積み、1918年から1921年までハイデルベルク大学とゲッティンゲン大学で勉学を続けた。1923年から1927年まで、 ゲッティンゲン市立劇場の指揮者陣に加わり、1927年からヒルデスハイム、1929年からハノーファーの各都市の指揮者として1938年まで活動した。1934年にはゲッティンゲンのヘンデル音楽祭の指揮者とバート・ピルモントの音楽総監督も任されたが、1938年にブッパータール市の音楽総監督に転出し、 1947年まで、勤めた。1946年から1950年まで、ゲッティンゲン私立劇場の音楽監督を歴任。1949年には自ら設立した、ベルリン・モテット合唱団だとヨハンゼバスティアン・バッハの、声楽曲の録音を行うようになった。1953年には、ミュンヘン音楽院の教授となり、後進の指導も行った。ミュンヘンで、 バッハのマタイ受難曲を演奏中に急成した。ありがとうございます。